商品なんですが、賞味期限が、短くなってしまって、もう災害食としては販売ができないので、ただでいただきました。で、結構たくさん余っていて、すでにですね、5箱ぐらいもらってきました。まだまだ余ってるので、もっと持って帰ってこようかなと思ってます。
かなり濃い味付けでした。まあお粥のおかずになるのでこのぐらいの濃さがいいんですかね。災害の時って濃い味の食べ物食べたくなるのかな。朝ごはんでした。私は昼に食べましたが、月は昼は栗五目ご飯と味噌汁、
してみました。